おはようございます。やっと今日から10時間ということで、昨日寝る時から明日は絶対海入るぞと思って、あの海パン履いて寝てたんです。海パン履いて上半身裸で起きたそのまま行けるスタイルっていうスタイルで、卓上スタイルで行こうと思ったんですけど、あの朝7時ぐらいにパッと目覚めたら、なんかあの警報鳴ってて、その警報っていうのがなんか豪雨の警報をやって、パッて外見たらもうすんごい雨で、誰一人一っ子一人外ハワイのにおらんっていうような状態で、まあ疲れてるしもう一回寝ようと思って気づいたら11時半です。でまあ買い物行ったりとかしたいなと思って、まあちょっと準備して、で朝ごはんも買ってきてくれてるんで食べて用意したいなと思うので行きたいと思います。無事準備が終わって、今から朝ごはんにしたいなと思いますが、また豪雨が降ってきました。朝ごはん食べます。はい、それでは無事なんとか、用意して、昼の1時ですが、今から初めて外に出たいと思います。多分雨は止んでるっぽいんで、弟らと合流してちょっと買い物できたらいいかなと思います。これこの色がこれ、あ、なこれ、yeah. これ買います。絶対これ。もう一回見せてください。グーグーとグーとグー。 This breeds。 実際ああやってこんな経年変化するよって見せてもらったらイメージ湧きやすいですよね。はい、いえ、Thank you。 Thank you。このサンダルが欲しくて欲しくて仕方なかった。なのでこのサンダルを買えてとっても嬉しいです。ハワイに来た目的はもう8割はできたんじゃないかなというぐらい嬉しいです。なんかこう一人でプラプラ歩くのもやっぱ楽しいですね。カメラ向けると勝手に店員さんがなんかテンション上げてくれたりするんで面白いなと思います。あ、ここですよ。この間初日に一人でご飯食べて帰ったところ、なんかめっちゃ有名みたいなんで、とても美味しかったです。本来ならめっちゃ映えるとこなんですけど、雨で全然映えてない。雨のハワイって全然映えないですけど、でもこれがリアルなんで、リアルのハワイなんで、なんかやっぱり思い返しても、さっき言ったフィリップフラップフロップショップの店員さんが持ってたあのレインボーサンダルの経年変化めっちゃかっこよかったっすんで、自分のサンダルがいつかなんねんなと思ったらワクワクしてきますね。新しい機能のなんかノースフェイスとかもそうなんですけど、新しい機能面があるような台風めっちゃ好きなんですけど、こうなんか川とかが経年変化していくのとかもめっちゃ好きなんで楽しみですね。弟たちと合流しようと思ったら出るのが僕が遅すぎて、もうアラモアナショッピングセンターも行ってきたし、買い物ほとんど終わったでって言われて、で今からホテル戻んねんって言ってたんで、まあ合流するか一人でアラモアナ行こうかどうしようかなと思ってます。まあアラモアナ一人で行ってもいいかなとは思ってるんですけど、雨なんでちょっとそれが面倒くさいですが、まあ行ってこようかなと思ってます。それでは HIS 行ってきて、このいてる間にハレイワっていうところの地域にパタゴニアのハワイ限定の商品があるショップがあったりとか、ちょっと行きたいサーフショップがあったりとかするんで、そっちの方は行きたいんですけど、バスにするか、レンタカーにするか、ちょっとどうしようかなってお話聞かせてもらってました。で、まあ、また明日か明後日かぐらいに行きたいなと思うんですけど、まずちょっと腹減ったので日本でもあるここに行きたいと思います。ダダン、スルトンタンに行ってきたいと思います。ちょっとお腹空いたんでうどん食べます。
はい、それでは本日の、昼ご飯が来ました。かけうどんとすき焼き丼です。全然日本でも食べれる。音が聞こえた。やっぱり雨ですな。今日はちょっと雨なんですけども、ハワイの雨だったら半ズボンに長袖でちょうどいいかなっていう感じです。あ、来たね、トロリー。あれじゃん、行っちゃった、行っちゃった。今からアラモアナショッピングセンターの方にトロリー乗っていきたいと思います。トロリーは HIS とか JTB の人はなんかまあタダで乗れるみたいで、結構、日本人多いです。ちなみにバスで行くんやったら確か3ドルぐらい片道かかると思うんで、JTB、HIS で来てる人はもうこういうトロリー乗っといたらもうタダで行き来できるのでいいかなと思います。もう来たんかな。あ、来てるわ。行ってきます。はい、それでは初めてトロリーバスに乗りたいと思います。ザ・ハワイっていう感じの。あ、ドンキホーテも行きます。これを見てます。それではまず最初に、オールマートに行きました。こんな感じです。カゴがでかい割に入ってるものはこれだけです。チョコのお菓子のみ、あとは何もない。日用品とかが結構多くて、まあ、お土産とかもあるんですけど、多分日本人はお土産のコーナーにほとんどいるかなみたいな。で、現地の人がこういうスーパーのものを買ってるのかなっていう感じです。海外の日用品コーナー、なんじゃこりゃ。あ、牛乳はこんなタンクに売ってます。それではですね、ウォルマート終わって今からアラモアナショッピングセンターに行きたいと思います。ずっと雨降ってます。行ってきます。アロハアロハアロハムービーやばい。嫁蔵が喜んでおります。撮ってるよ。嫁蔵が卓蔵の何よりの一番のファンやもんな。で、ノースフェイスを好きになってったもんな。今日はね、一日雨でしたが、まあ、雨のおかげで逆にそう海に行きたいっていう衝動が少しなくなったんで、もう買い物に専念できたんで良かったかなと思います。はい、今から買い物付き合わされます。で、今からですね、アラモアナショッピングセンターをもう出発してホテルに戻ってご飯食べてもう寝たいと思います。もうくたくたに疲れたのでもう寝たいと思います。はい、ではさよなら。今で、まだ